いつもと違うスーパーに行こう。ついでにいつも買わないものも買って、いつも食べないものを食べて、偏りのない人間になろうこう。さて、次のスーパーはどこにしようかな。地図アプリで検索。よし、ここにしようか。はい、今回はサミットにやってきましたよ。僕はなかなかサミットには来ませんね。キャベツ店、キャベツ店エットかな、そのまま美味しい。どんな味がするのかな、普通のさつま揚げかな、どうなのかな、どうやって食べようかな。はい、今回はね、サミットというスーパーにやってきて、キャベツ店を購入してみましたよ。一体どんな味がするのでしょうか。キャベツ店、名称素材キャベツが入ってるんですね。キャベツの栄養素って一体なんだっけな。それから堀川株式会社、堀川っていうところで作ってるみたいですね。どんな会社なのかな。キャベツの栄養素はネットで調べてみたら、ビタミン C、ビタミン U、ジアスターゼ。ジアスターゼってどんな栄養素？ネットで調べてみたら、体の中にある栄養、消化酵素だそうだね。体力が落ちた時に消化を助けてくれるかもしれないね。大正13年、株式会社堀川さん、すごい会社じゃないですか。こんな素敵な会社がこんな素晴らしい商品を作ったんですね。本社工場はどこかな。新潟県北蒲原郡西戸町ですね。行ったことありますよ、自転車旅で。まだ動画では紹介してませんがね。いいところだったな。こんな素敵なところから運ばれてきたのかな。でも別のところにも工場があるみたいだね。早速サイトをチェックしましょうね。他にもいろいろ商品出してるんだな。おでんの具とかそういうもの、思いやりおでんですって。卵、小麦、乳を使わない、アレルギーにいいんだね。素敵な会社だな。キャベツ店ですね。ふんふん、ネットでは210円で買えるのかな。どうかな。いろんなものが入ってるんですね。はい、そんな感じでですね、今回はサミットの桜店というところにやってきましたよ。めったに来ないスーパーマーケットでございました。そこでですね、株式会社堀川のね、素晴らしい会社のキャベツ店を買ってみました。普段買ったことのない商品でございます。さて、これを使ってどんな料理をしようかな。想像が膨らんじゃう。170円のお買い上げでございました。チャリン。さて、今度はどこのスーパーに行こうかな。